ガールズアワード、オクトパス西島レンタ、オープニング飾るツヤ感あふれる視線で観客を取り込み、8人組ボーイズグループ、オクトパスの西島レンタが19日、千葉幕張メッセで行われたファッション音楽イベント、楽天ガールズアワード2024オータムウィンターに登場。オープニングステージでランウェイを歩いた、全身ショット、 抜群スタイルでオーラを見せつけた西島連太西島は、アナスイのステージに秋の装いで出演した。長身を生かした圧巻のランウェイでモデルとしての存在感もアピール。ツヤ感あふれる視線で観客を虜にした。同ステージは、田中樹がトップバッターで登場。山崎店、桜坂46、先イコール達崎。 ファーストサマーウイカー、佐々木組、日向坂46、後藤真希らが続き、開幕を彩った。26回目の開催となる同イベントには、池田美優、ぬくみメル、藤田ニコルらがモデルとして登場。ライブステージでは、乃木坂46、イズ、スーなどがパフォーマンスを披露する。 南海キャンディーズの山里亮太とフリーアナウンサーの森かすみがメイン MC、田中がゲスト MC を務める。今回のテーマは、ネオフューチャーラブ、となり、様々なファッションスタイル、トレンドがある中で、ステージで新しい、自分、や、好きをたくさん見つけ、ハートが赴くまま自由にファッションを楽しんでほしいという願いが込められている。